アメリカはもうセミが鳴いててめちゃくちゃ暑いです今はアメリカのヒューストンのテキサス州にいます。こちらにいる方いますか今日はサーブのリターン、サービスのリターンの動画を撮りたいと思います。これまでにはテニスの動画ではフォアハンドの基礎、バックハンドの基礎、サーブパート 1,2,3 基礎だったり、フラットサーブ、スライスサーブ、セカンドサーブっていろいろとボレー動画だったりいろいろと載せてるので、そちらを見てない方は見てください。今日はリターンをやっていきましょう。リターンの時に大事なことを3点3つ説明していきたいと思います。まずサービスリターンの時にはスタンスがめちゃくちゃ大事になります。スタンスで言うとレディーポジションの構え、サーブ、相手の人がサーブを打つ時の自分の構えが1つ目。2つ目はボールを打つ時に必ず大きく振っていかないこと、自分で振るより相手の力を利用して返す、ブロックしていくっていうイメージで打つこと。そして3つ目がどこに打つか、自分のリターンをどこの打点でそこからどこに振っていくか、どこに打っていくかが大事になります。なのでこれから少し打っていって見せていきたいと思います。では1つ目、自分のリターンするときに構えるポジションの説明を少ししていきたいと思います。ここがセンターラインなので、デュースサイドでリターンするとき、アドサイドも同じなんですけど、ここのサイドラインから基本的には普通のステップ2歩ぐらいのところを立つようにしてください。でここで構えると、相手がワイドサーブを打ったときには届く範囲、そしてセンターもしっかりとガードできるっていうポジションになります。なのでここら辺です。半分よりもちょっと右側に立つようにしてください。でこれはルールではないので、全然自分がここの方がいいなっていうところがあればそちらに立つのも OK です。これは私が立つ位置なのでここら辺になります。そして準備してここのスタンスの時にはレディーポジションしっかり肩幅より大きく少しして、膝は必ず曲げることで、膝は曲がったところで体重が足の前にしっかり乗ること、かかとに乗ってしまうとバランスが崩れやすくなってしまうので、必ず膝を曲げて肩も位置もしっかり前に、いつでも動けるように前にして、つま先の方に体重を乗せるようにしてください。これをできるとここからすぐ動くことができて反応しやすくいいリターンが打てます。次2つ目、さっき言ったようにリターンをするときに大事なのが、自分から相手がサーブ打ったときに自分から大きく振って自分が
めちゃくちゃ大きいスイングで打とうとすることをしちゃダメです。しっかりサーブの時はリターンを返すっていうのはテイクバックを短くしてブロックバックする、ブロックして自分の壁のように返すイメージで打つことがすごく大事になります。でこれは相手のサーブのスピードが速いほど自分のテイクバックは短くしないといけないです。速いとやっぱり時間がなくなってしまって自分から振ろうってすると遅れてしまったり、本当にもう完全に振り遅れたり、エラーが大きくなってしまうのでそこをしっかり注意するようにしてください。でスイングをするときにレディーポジションからもう一つ言い忘れたのがこれすごく大事です。スプリットステップって言って相手が打つ前当たってここに来るだろうなっていう時にしっかりスプリットステップして動きの反応しやすくできるようにしてください。この肩幅広げてこうやって両足でよくテニス選手がやってるんですけどスプリットステップをするようにしてください。打つ前になのでスプリットステップをしたところからテイクバックをするときは必ず腕でこうやって引くんではなく肩でしっかりターンして腰もしっかり入れて小さいところからブロックバックする、小さいところからブロックするっていうイメージで振るようにしてください。ここの時に自分の体がバラバラになってしまうのはダメです。ここからターンして腕をさらに引いてってするとラケットが後ろに大きくいってしまい振り遅れて結局エラーになってしまうので気をつけてください。でブロックバックして打つって言ったんですけどセカンドサーブでもし相手のサーブが少し緩いなってポヨーンってきて時間があるときは振って OK です。なんで短く来たりゆっくり来て時間があるなって思って攻撃したいと思ったときにはもうガツンと構えてバチーンって言っちゃってください。それは全然 OK です。あくまでもブロックバックするのは自分の時間がなくて相手のサーブが良かったり少しディフェンス気味だなって思うときには小さいスイングでブロックするようにしてください。そして最後3つ目が自分がリターンを返すところどこに返したらいいかなって思う方は必ずネットの高さ自分のポジションとボールを飛ばしたいところネットの高さなどいろいろと考えるようにしてください。もし自分がここに立ってて相手がワイルドサーブを打って自分が外に走らないといけなくなった場合ここからストレートに打つことは必ず可能性が低くなってしまうので入る可能性がネットが高いのともしここから返したとしても次相手のバックハンド側かもしくは左利きだったらフォアハンドになりますけどこっちからクロスコートにバーンって打たれたらコートからもう自分が離れているのですぐ終了ってなってしまいます。ポイント落としてしまうのでしっかり自分がもしここまで外に来たらどこに打てばいいかを考えて打つようにしてください。それは、センターのサーブでも一緒ですけれどもバーって走らせてセンターサーブで届かないなと思った時には一番大事なのがそして一番大事そして効くのが真ん中コートのど真ん中で深いところに返すのがめちゃくちゃ攻撃的です。で効くのでかなりおすすめします。そこのところの位置に置くと相手の角度相手が立ってる位置から角度を次相手が作らないといけなくなるのでかなり相手にとっては難しいショットになります。そしてディフェンス的にも可能性、大きいところを狙ってパーセンテージが高い自分も戻る時間ができるそして相手にも打ちづらくなるのでかなりいいショットになるのでリターンで困った時は必ず真ん中センターのど真ん中の深いところできるだけ深いところに打てるように頑張って練習してみてください。リターン打つぞー。この時にしっかり低い姿勢を保ってできるだけ打つようにしてください。
以上、リターンの動画どうでしたか？思ってる以上に簡単ではないので、テニスはもちろんすごい難しいスポーツだし、楽しいけど難しいなので、たくさん練習しないといけないんですけれども、この3つの点を意識して少しでも参考になればと思います。しっかりもう一回リビューしますけれども、打つ時にしっかりスタンスを頑張って、低い姿勢でスプリットステップを忘れずにすること、打つ時にテイクバックを大きくしすぎないこと、しっかり相手のパワーを使って利用してブロックするイメージで返すこと、そして3つ目は、自分がディフェンス、相手のファーストサーブバーンってきた時には自分のポジションとどこに打つかをしっかり意識して、
コートのど真ん中に打つとかなり確率は高いしリスクの低いけれど相手にとってすごい難しいショットになるのですごくおすすめします。それを意識してやってみてください。皆さん、いつも本当に見てくださってる皆さん、応援してくださってる皆さん、いつも本当にありがとうございます。これからもぜひ応援してください。そしてチャンネル登録してない方はまだ登録チャンネルをまだチャンネル登録をしてくださってない方は下のボタン登録を押しといてください。そしていいねやコメントもよかったらお願いします。これからも一緒に頑張っていきましょう。